はい、どうもダルです。さて今回はですね、ウルフハウルハーモニー結成から1周年ということで、おめでとうございます。おめでたい我らがウルフハウルハーモニーということで、1周年ということでね、あの4人がグループになって丸1年ということでね、まあ他のね2グループ、あのキットフェノメロン、ザ・チュートメバンガーズもですね、同時に1周年迎えておりますので、まあね、それぞれにメッセージも送っております、動画撮っておりますので、皆様ね、あの他の2グループの動画もチェックお願いしたいんですけれども、今回はウルフハウルハーモニー1周年ということで、いろいろ語っていきましょうかということでね、まあ本編入る前に、来たる10月1日ですよ、私のですね新曲スワンプが公開されます。ティーザーをどうぞ。スワンプ、スワンスワンプ、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 はい、ということでね、まあ、こんな感じで10月1日にですね、楽曲と MV 公開されますので、皆様ですね、ぜひともチェックお願いいたします。ということでですね、このチャンネルは LDH コンテンツをより一歩深く楽しむコンセプトに動画作りをしております。12月31日までにですね、チャンネル登録者1万人到達をね目標に頑張っておりますので、皆様のご協力をお願いいたします。ということで、チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。で、本編へゴー。はい、ということでですね、改めましてウルフハウルハーモニー結成から1周年ということで、おめでとうございます。いやー、熱いね、やっぱ感慨深い気持ちになるよ。ウルフハウルハーモニーが結成されて1周年、あの4人がですね一つの、グループになった日からですね4周年ということで、まあ、9月26日ということで、まあ、ここがね記念日になるわけなんですけれども、まあ、正直ね、9月26なんだっていうところはね正直思ったんですけれどもね、はい、あのやっぱオンエアとの差があるからさ、そうなんだというところもあったんですけれども、まあね、おめでたいですよね。1年あっという間です。いや、だから本当に今それぞれのね、あの他の2グループのところでも喋ってると思うんですけれども、まあ9月26日1年前ね、何してたかってやっぱ考えちゃうわけなんですよ。で、正直ね、まだだってね、ウルハウルハーモニーとも出会ってないわけじゃないですか、9月26日って。だってあのオンエアがね12月の頭ぐらいだったと思うんでね、そのグループできたよって、そっから楽曲がだよとか言われて、そして武者修行とか言われたのが多分12月入ってからだと思うんでね。だからさ、正直まだ出会ってないわけですよ、この9月っていうのが。で、そっからですよ、1年経ったらこうなるわけですからね。いや、こうやってまずラブレッドになれた、そして僕で言うと本当に濃い関係築けてるわけじゃない。いや、1年前の俺からしたら想像できないよ。だって、うん、まあもちろんね、 LDH 好きだったし、第一章とかも見てた時期にはなるんだけれども、そこまでなんかこう YouTube でこうやって喋ってるかと言われれば全然やってないですしね。まだ YouTube 自体も本格的にね、こうちゃんと、なんだろう、YouTuber 目指してとか、チャンネル登録者っていうものをね、なんかこう意識してとかね、あのなんか稼げるようになるんだとか、そういう風に全く思ってない時期で、なんかのらりくらりなんか適当にやってた時期だったんですよね、本当に。だからそっからですね、自分のこの YouTube っていうものの意識が変わってね、こう頑張り出すのがちょうど12月なんですよ。そうなんですよね、12月に入ってからしっかりやろうということで YouTuber にこうわーってシフトしていってっていうところなんで、だからね、本当にだからね、アイコン Z 第2章というものの出会い、あのグループとの出会いね、この3グループの出会いから本当にガラッと変わっていってるわけなんですよ。俺もしっかり夢をっていうところになってるんで、いやー、本当にみんなね、一周年すごいね、感慨深い。まずこの4人ですよね、あの、まあ、ギー、鈴木、亮次、クックかな、この4人でですね、まあ、ウルハールハーモニーで、いやだからね、まあいろいろあったんですよね、このね、ウルハールハーモニーね、本当にオーディション中もそう、オーディション後もそう、いろいろあってね、特にやっぱりこうね、心配もされてたグループですよ、オーディション中はね、うん、大丈夫かってやっぱ不安も抱いたし、まあこれはもうメンバー自身もそう、メンバー自身も不安を抱いてて、でもそっからですね、やっぱりこうファンと、メンバーとの力でですね、やっぱりこうすごい盛り上がりを作って、やっぱファン、あの正直3グループの中でも一番ファンの熱量が高いと言ってもね、いいのかなっていうね、グループと、
このファンの関係地になってますから、すごいよね本当に。改めてね、やっぱウルハールハーモニーって特別なグループなんだなって、ね、やっぱ思いますしね、最強だなって思いますよね。でね、やっぱりこう、まあ、それで言うと、まあ、ウルハールハーモニー、まあ、もちろんね、オーディションとか見てて、で、オーディション中の一発目の武者修行で、二日目に僕はね、ウルハールハーモニーのね、大阪でのパフォーマンスっていうものを見れているわけなんです。そこからね、まあ、いろいろとね、ウルハールハーモニーと僕のね、列伝は始まっていくんだけど、本当にね、関係性的にやっぱこうね、ここまで、一アーティスト、グループと濃い関係になったのが正直僕も初めてなんですよね。うん、みんな知ってる通りね、僕とウルハールハーモニーはイチャイチャする関係ですからね。何言ってんだって話ですけれどもね、まずはね、動画を聞いてくれている、見てくれているっていうのはもうもちろんのことながらですよね、武者修行とか行けばですね、本編へゴー、この合言葉をですね武器に、まあ、イチャイチャするわけですよ。もうそれはね、特典会のみならずですよ、ステージ上と客席でもやっちゃうぐらいのね、本当になんかね、しかもあとはね、特典会始まる時に言っちゃったりとかね、メンバーのみんな本編英語とか、だから本当にね、だからすごい関係だよね、こんななかなかないよね。ね、まず覚えてくれていたりとかね、なかなかないと思うから嬉しいですよね。僕もね、ウルハールハーモニーやっぱ好き、本当にもう正直やっぱ好き。もうみんな知ってるよね、知ってるよね、やっぱね、あの4人から出る歌声、そこのなんか力、歌声の力、本当にそこはね、ずしんとくるものがあるんだよね。みんなもそうだと思うけれども。でね、まあね、ラブレッドっていう楽曲があって、スイートレインっていう楽曲があって、本当にね、どれも魅力的でね、最高な楽曲たちで、でね、まあ、ファンのみんなからもね、やっぱこう特別に愛されてるグループだし、なんかこう逆境があったからこそだよね、多分ね、そこウルハールハーモニーってね、その逆境があったからこそね、多分ね、輝いているグループなんじゃないかなって僕は思いますね、本当にね。いやー、感慨深い、もう本当感慨深い。1年って本当ね、すごいよ。やっぱね、こうやってね、各グループいろいろ喋って思うんだよね、本当に1年ってね、濃いしね、1年で本当に人って変わるし、まあ、もうメンバーものみんなもそうだと思うんだよ、1年でガラッと変わると思うんだよ。やっぱさね、1年前はさ、オーディションを受けていた身からもうですね、1年でデビュー決定までつかみ取って、そしてデビューまで果たしている、もう今やメジャーアーティストでガンガン活動して、ガンガンね、こうお仕事をしているっていうね、状況にあるって、やっぱメンバーたちもね、うおーってなると思うし、特にそしてね、ラブレッドの皆さんも1年前はまだラブレッドになってないってわけなんですよ。そう、ウルハールハーモニーに出会ってないってわけですからね、考えてよ、そこまだ1年前はラブレッドじゃなかったんだよ、俺も含めみんな。で、そっからこの1年でラブレッドになって、ウルハールハーモニーに出会ってラブレッドになって、そっからね、ウルハールハーモニーと会ったりとか、パフォーマンスもたくさん見て、愛が深まって今こうやってね、なっているってわけですから、すごくない？1年って本当に俺思うわ。だからね、改めてですけれどもね、ウルハールハーモニーの皆さん、デビュー周年おめでとうございます。でですね、本当にこれからもですね、皆さんの愛をね、たくさんね、奏でていただけたらなって思います。本当にね、皆様ね、本当にいろんな人の生きる力になっていると思います。メンバー4人の歌声、そしてね、パフォーマンスが本当にいろんな人にね、生きる力を与えてくれていると思いますので、これからもですね、この日本のエンターテインメントシーン、そしてまあ世界でですね、通用するようなグループになっていって、そして、アリーナ、まあ、ホール、アリーナ、ドーム、そしてスタジアムというね、目標をですね、夢を、一緒に叶えていけたらなと思っております。僕もですね、全力でウルハールハーモニーのみんなのことをね、応援していけるように、日々で、ね、僕もね、この YouTube 活動、そしてね、夢、チャンネル登録者1万人、まずね、12月31日までに登録達成できるように、頑張っていきますので、お互い頑張りましょう。そしてラブレッドのみんなもね、引き続き、ウルハールハーモニー4人のことをですね、愛してあげてください。それがですね、絶対彼らの力になりますので、皆様ね、一緒に応援して愛していけたらなと思っております。はい、というわけでですね、まあ、今回は以上になります。改めてね、1周年おめでとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。また次の動画で、バイバイ。